栗山監督、ダルビッシュに謝罪。栗山監督がテレビ朝日系報道ステーションに出演。ダルビッシュについて、正直今大会調子良くなかったですと口にした上で、あまりにもみんなの練習に付き合って自分が投げるにもかかわらずチームに貢献してくれたと感謝した。さらに最後にダルに、本当に申し訳ない、自分の調整できなくて本当に苦しかったよね、勘弁してくれ、日本の野球ためになったと謝りましたと謝罪していたことを明かした。選手へのリスペクトを感じる発言、世界一のチームを動かす器を感じる、泣いちまうよ、ダルビッシュ選手の貢献度は計り知れなかった。この話聞くと、ますますダルビッシュジャパンだったんだなって思う。いかにも栗山監督らしい。